シュテファン・フロイント。シュテファン・フロイントは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。フロイントは、シュタール・ブランデンブルクでの下部組織でサッカーを始めると1989年に、トップチームへ昇格した。ドイツ統一後の1991年に、シャルケ・レイオニエ移籍すると頭角を表し、重要なミッドフィルダーの一人としての地位を確立した。 1993年に、シャルケの財政的な問題からボルシア・ドルトムントへ移籍。ドルトムントでは2度のリーグ制覇と1度の UEFA チャンピオンズリーグ制覇に貢献した。その後、1、FC カイザースラウテルンニア・イングランドのトッテナム・ホットスパー FC、レスターシティでプレーを続け、2004年に現役を引退した。西ドイツ代表としては1996年の UEFA 欧州選手権1996優勝1998年の FIFA フフワールドカップフランス大会ベスト8進出に貢献するなど1995年から1998年の間に国際 A マッチ21試合に出場した引退後の2007年からはベルティフォックス監督のアシスタントとしてナイジェリア代表を指導した2008年以降は ドイツ U20 代表のコーチを務めていた。2012から13シーズンにより、ハリー・レドナップの後任として、トッテナム・ホットスパーの監督に就任した、アンドレ・ビラス・ボアスのアシスタントコーチを務める。ありがとうございます。